パーソン足りないよ。足目線はズーズーうーがやってたように見えた。なんか今日ね、パッション強めの人集めたつもりだったんですけど、なんか結構静かめだなみたいな。うわー、確かに。そんな言われ方したら、あれなんかちょっと真面目にやりすぎてんじゃない。先端が静かじゃない。そうですよ、僕元気もりもりだよ。いや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 、先端さんなんかやっぱ今日は初心者の方が多いから、ちょっと僕は控えめに行かないととかいう話をしてらっしゃるとかですか。いや、してないですよ、そんな。じゃあ来てくださいよ、千田さん、もっと。パッションバリバリでいきますか。パッションなしいいんだね。よし、どうしよう。ああ、抑えてた。全開でいきましょう、ちょっと。よし、どうしよう。最初の議論からちょっと、ちょっと今は静かめで、ちょっとじゃあ最初の議論の先からも、パッション全員強めでいきましょう。よろしくお願いします、皆さん。はい。楽しくね。わらわも頑張りますので。すみません、かぶってます。そうなのちゃんな。やめてください。わらわも、やろう。やめてください。やめてください。ああ、こういうのやろう。とってもなんかじゃあ、わらわ産みたい。産みたい。産みたいガンブル。あなたダメでしょ、これは。何やねん、産みたいって。いや、もう、使い間にされちゃう、使い間に。二人目の使い間にされちゃうから。我が体に宿れ。やるつんだ。ファッション強めでいっか。一回も引かないな、インポ。インポになりてぇ。んーしょ、んーしょ、はい、パソン強め。割れるのが怖いな、ちょっとマイクが。オレンジ殺されそう。予言します、砂ザメさん黒です。茶色間違いない。おら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 、いいパッションのおかげやい。誰がやった。俺は見たぜ、砂ザメがやるところをよ。早いよ、今誰がやったってか、誰がいた。同じ人狼勢としてこの敵必ず晴らす。さあ誰がやった。俺は砂ザメがやったと思うぜ。あれ、今動きのはどこだったんだよ。まずはそれからだ。リアクター、リアクターで、私全然多分リアクターだ。お前の有名な音ゲー、ユビートみたいなやつをやっていたんだ。ユビートみたいなやつをやっていた。正直私は誰かと全く分からん。なんじゃそれは。いや、分かってないか。リアクターの上いた人、誰か名乗り上げんかい。上の方にいたような気がする。俺もえ、リアクターの上のタスクやっとったやつ言わんかい。はいはい。あ、そんなにいたんだ。いっぱいいた。人間もいっぱいいっぱいおった。人間しかおらんねん。でもそれで言うとうるせえな。ナナコさんパッション、ナナコさんのパッション見たいな、ちょっと。なんかみんな俺だって別にリアクターだったんだよ。あんまパッション分かってない。パッション弱いな。携帯も弱いな。パッションがしにくいのか。追放するか。え、でもナナコがセキュリティから出て、でもセキュリティで私見てたが、ナナコが出ていくとこちょうど直前に見たぞ。パッションの出し方。違う、つまりナナコはキルが。じゃあ違うやないかい。引っ込んどれ、我は。何そのツッコミ。なめんな。あと我はずっとコイロちゃんストーカーしとったんじゃけど、コイロちゃんはやってない。我はが証明する。あなたあかん。どうだ、授業参観のつもりで見とったわ。つまりハンディは宿してる、風で喋ってるけど。他に左目にいた、やからの中の人だよ。他に誰がいえ、わしゃ、竹雄殿しか見とらんわい。左上は。あ、この3人の中におるの。わかるな。誰じゃ、誰じゃ、くせ者は誰じゃ。動いてた。マジでわからん、これ。生かして帰るわけにはいかんの、これは。辻斬りがいた、辻斬りが。打ち込みにしてくれるわ。
割れてたかな。めっちゃ離れて声出したけど割れてたかな。つらなめさんじゃないのか。まあ話の続きをしたいわけなんだが、なんでいい、なんでいい、まあこの中で一人ドスで人を刺したものがおるっちゅうことで、江戸はパッションじゃねえかな。江戸なんでいい、わしゃ竹雄、竹雄殿はやっちょらんと思うけどの、のその通り。はい、で言うと先端殿はじゃあ砂ザメを、砂ザメ殿は一旦離れて戻ってくる感じでキルしたように見えた。まあ動いておったのは砂ザメ殿だけじゃけえの。いや、言うよ。じゃねえよ。本当わかんない。あの村娘、本当に何にもわかんない。村娘。娘。嘘ついてるの。嘘をついてるの。村娘は嘘です。村娘は嘘なんだけど。あの心は心が村娘、本当に何も見てない。便所の使いまでしか見えんの。ジェンダー的なの。あいや、またれ、ここは足で話させていただきやしねえか。江戸じゃん。アシトンじゃねえ。おんしゃ、たまっとれ。ここはあの、砂の字を釣るというので話まとめるのでいかんがか。何やこれ。はい、俺自分でずっこう通報したっていうことを言いたいんか。砂の字が違うたらわしと小指みんなに捧げたって構わへんで。いや、10個もないじゃん、お前。今の指が入ってないから足りないよ。単独ではちょっと飲めない。それは七子のここはいや、あの対抗出せないのが本当に申し訳ないんだけど、さすがにそれは本当にリアルな。いや、それ以上語るめい。語るめい。いや、飲んでもらわない。語るめい。七子さんが今にんやりしてる心の中で絶対これ。ああ、じゃあもうそれじゃなくて、いやいやして、そつがい顔して出てったちゅうことか。いや、だから、だから対抗出すよ、それは。私この七子殿の目は本物じゃん。もう一回話そう。スキップ旋回。スキップ連回。目を取りなるチューブの周りなんじゃないか。もう一回ボタンを3回。あ、いやいや。何やそれ。どっちがどっちなんだろう。ちょ、パッションの出し方がわかんねえ。いやその中続きの話をしようかなっていう。いやでも私的にはどうしたの。でも正直このさんさんと奈々子さんが二人で共に生きてくれればいいんじゃないかなって思うの。メンバー変わる。メンズいない。メンバー変わった。なんか恥ずかしいけど、でもいいよ、すなちゃんが。何が恥ずいんだ。何が恥ずいねん。あ、ねえ、すなちゃん、どうなのよ。まあ、でも一応さすがに、ペアだったらさすがに飲めます、それは。あ、ね、あ、ねえ、すなちゃん、行って行って。おい、告白の女子やんけ。じゃあもう、行っちゃいなさい、ご自愛を。すなちゃんの、すなちゃんの、でも、足は、足、すなちゃんと動こっかな、それやったら。何よ、あんた。何よ、いや、私が先だったじゃないの。何言ってんの。いや、すなちゃんは、まあ、足もんだから、足が一緒に動くかな。砂詰め殿が決めるだけじゃん。でも、私は、どっちを選ぶ。いや、でも、すなちゃんは、でも、容疑者だから。すなちゃんは誰と一緒にいたいのよ。それはっきりさせなさいよ。いや、でもそれだとだってすなちゃんが、私が決めない方が良いのか。すなちゃんがだって仲間を選ぶかもしれねえじゃん。だって自分で選びなさいよ。あ、なるほど。そう、村が決めた方がいいかなっていうのが正直来る的には村娘的には思うわけ。いや、今じゃあ先生、アーシがレポートしたわけだから。
お色の姉貴はどう思うんですか。あれ、シャスナちゃんとお色の姉貴の意見を聞きたいです。あ、そうです。お色はこれはみんなが一緒にザメ君にくっついていけばいい。じゃあそうしよう。じゃあそうしよう。じゃあそうしよう。次回の雨がつな津田さんでモテモテどうするの。次回もじゃあそうするで、そうする。全員砂鍋さんに。すごいな、小学校の時のスイミーを思い出すな。ちょっと危な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 誰が犯人か分からない。いや、やばいやばい、よく見とかんとこれやばいぞ、これこれキル起きたらやばいぞ。何が起こった。スナちゃんでは絶対ない。うん、私もベニグミのやつだか。私もそう思うねん。ベニグミのやつだ。やりやがったな。スイミーの目の小色ちゃんが何か話したがってる。スイミーの目のセンちゃんじゃない。パッション足りないよ。足目線はズーズーうーがやってたように見えた。そのまんま読まんでーのよ。ズーうーがやってた。読まんでーのよ。足見た。それは誠なことで、状況を説明すると、右下に足がいて、でザメちゃんが左で上下してて、で、プテちゃんのところをスッて斜め上に通ったの、右下から左上に通ったのがズズウウウウに見えたけど、ちょっと確信はない。おい待て待て、あのね、聞いて、俺じゃないのよ。いやでも足りないな。俺じゃ、俺足りないな。それじゃわからない。先端恐怖症の高等テクニックやって。いやごめん、パッションとキャラが足りない。キャラ足りないんだよな。私せんちゃんだと思ったけど、このままだったらズズちゃんに入れそう。そう。足りない。足りない。ズズ君、パッションが足りないって。なあ。他は4人、死にさらしなさい。みんなバカ。地獄に落ちな。使うボタン。話しましょう、みんなで。スキップじゃないのか、今の。おー、木組のやつが死んじまったな。どうする？ここは赤組まで、まあ、ここがとっちめるかという話になってくるわけなんだが。私的には申し訳ないけど、センちゃんも釣りたい。センちゃんも怖すぎる。まあ、その7-2のあ、まあ、ファンダーに任せるよ。キャラ迷ってんじゃねえかよ。やんない、ここは。おいどに任させてもらってもええでしょうか。他にさ、いなかった人は、はい、その場に。小色ちゃん、あ、小色ちゃんがちょっと離れていた気がする。違う。砂ちゃんも違う。で、うん、
で、ひばちゃんがリアクターの上のタスクやってて、ちゃんとしょぼちゃんがリアクターの真ん中のタスクやってたのをたけちゃんが見てるから、たけちゃん見てた。たけちゃんがね。私はもうあの10人集合してたから面白くて面白くて笑ってたら見てなかったっていう感じの。面白かった睡眠。ついに面白くってもうそれで全く集中してなかったっていう。じゃあせんちゃんは、うん、ザメちゃんは会ってたわけ？その横で上下してたわ、うん、でしょ？いつのその今さっきのキルさん、十字路は多分十字路の真ん中ぐらいに笑いながらいたような気が、笑いながらいて最後上下してて、でプテちゃんと一番下がせんちゃんで、プテちゃんでズズ、ナナちゃん、あごめん、ズズウウウウナナちゃんって順だった。まず、はい、で、せんちゃんとザメちゃんは一緒にいたわけじゃん。だったら足はザメちゃんとぴったりくっついて、ザメちゃんに容疑をなすりつけた方がペアだからいい。あ、いや、またね、ここは先端殿じゃ。だって自分でキルして即レポじゃろ。ここはさっきレポートしたのも先端じゃしの。ここは先端じゃ、飲みきれ。これで七子さんだったら超厄介っていう。そうだろ。よっかりは七子さんがお奉行様みたいになるわけ。終わりだぞ。これじゃあ終わりかどうかっていうことだろ。これ打ち明かがあるから。いらっしゃいませ。これはちょっと、これもキル早くてもこれそうやな、やりたかったよこの2人。そうやな、いや本当に、でも、まあ、混ざりたかった。せん、うん、せんあれだね、見てなかったか僕の殺されたところを。センターはあれ違った、もしかして。いや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 、僕はね思いっきり殺されてたよ。あに、ザメニキに。え、嘘、本当に？ザメニキですよ。え、ガツイ？リアクターでザメニキに。みんなの疑う気持ちよくわかります。うん。どうじゃ？うん。戦艦を殺した責任を取って。マジ？おいらは腹を切ろうと思う。じゃあ我々は一票も入れない。わかった。そういうならば。待ってください。最後に自分で一票入れる。ああ、プテプテさんがね。あ、びっくりした。自分で決めた。おいどんの命を救うというのであれば最後まで信じてほしい。それでも、いや、それは嫌だ。救わ、な、それならもういい。ならわしが来る。こっちならここで殺してもくれ。わしは自分で腹を切る。ええー、の？ええー、のみんな聞いたか？わしは自分で腹を切る。あ、ジジロはリンネさん。自投票ということやな。俺は私は今自分に投票した。みんな投票せんで、この一票でおいは死ぬ。ただ生かしても、そう思った場合は誰かスキップを入れてくれ。その場合は最後まで生かしてくれ。おいはここで死ぬ。最後まで生かすはちょっとさすがに約束はできないかも。状況次第の。いや、まだここはおいが死ぬ。いや、俺は兄貴を信じる。殺しとけばよかったな。俺は殺せねえ。殺せねえよ、兄貴。おいは自分で自投票で死ぬ。あとはみんなに託す。殺して、もうセンターを殺したままおいや。たとえならおいは判断間違ってなかったと思うとる。思うちょる。思うちょる。これは上から刺される覚悟はあるか？殺されても構わんわしゃ。もうそれで。兄貴、もしも時は俺を刺してくれ。それでいい。でもそれ。小夜殿はどう思います？これ、実は言ってなかったんだが。ザメ君がシュッてやったように見えた。どんでん返しきたな。それわしは生きとるんか。これいけるんだ。これこれいける。これタスク処理も普通に勝てますね。これな、これ すごい。ようここで砂ザメさん入ったな。にしよう、小色ちゃん早く言ってくれないと。そういうことはやっぱりね。どういうつもりだ小色の兄貴。それは本当に誠のことかね。どういうつもりだ。突然顔面にセンタリングが来て。いつの話じゃ。いつの話じゃ。誠なんちゃが誠なんちゃが、小色が見たときは
じゃあ、誰をじゃ、誰をじゃ、あの、誰やった、ズルズル、ああ、え、ずっと首をくぐる、ずぶさまはアピール、小岩さんも手を下したよ、じゃない、あの、睡眠してた時にザシュって、ああ、じゃあ、え、睡眠の時は違う、貴族姉貴ね、貴族姉貴、あれ奈々子さん、あれ住所誰だったんだ、姿見しろって、あれ、奈々子さんだったけどな、もう奈々子さんにすがるしかない、これさすがに、わしあの目が遠くてのちょっとあんなに一番砂場美味しいちゃんとメガネかけてくださいって言ったじゃないですか、なるほど、助けてさすがに、ただ俺はここはさすがに小色兄貴の気持ちっていうのを一番汲んであげるべきだと思います、さすがにこれはちょっと冤罪だけど、いや竹の兄貴もそう思いますよね、そう思いますね最後はここはやっぱり小色の兄貴に花を出してあげるっていうのが俺たちの役目なんじゃないですか、でも小色はママ君と切腹したいって言ってるから手伝ってあげたいって思ってるどっちなんだよ、え小色の兄貴とどうしようか、小色の兄貴ママ君自分に自信持って、あ、さすがに私に絶対切腹見てみたいの、切腹、あー、じゃあ俺たちは投票しないから自投票してもらってええか、あー、七子の兄貴はまあ己一票で飛んでもらう切腹、ちょでも七子さんが切腹されると私の味方がいなくなっちゃうっていう、まあ、今回の小色を信じた、小色を信じろ、誰も信じませんスキップします、え、切腹には気づいたの、本当に本当か、します、兄貴兄貴本当か、ブレブレじゃねえ兄貴私ちょっと奈々子の兄貴兄貴奈々子の兄貴さすがに変わっちゃう、ちょっとそれはちょっとちょっと見損ないましたよ、見損ないました兄貴、あーバズってる、プテさんあれか、あれかリアクターか、あ、リアクターだよ、あれはそう、サザナさん見えたからペア組んだ、そうなのよ、思いのほかに人数いたからちょっと分からなくなった、あれなんだ、キルは見てないんだ多分、いや現場はどうだろう、やったように見えたって感じだった、あー見えたぐらいだったのか、微妙、うーん、いやこれどうすんだろう、ここよし、え、これえズズさんで1枚落ちてんの、落ちてる、落ちてる、あーそうなんだ、あ、よかったよかったよかった、普通に、え、じゃあ小色ちゃんが間違えちゃってるんだ、ズズズズさん、そう間違えてるけど合ってんの、合ってんだ、もうなんか間違え合ってんのそう、さあリアクター勝ち、これ、あーあ大丈夫か、大丈夫か、頑張ってくれ、これどうす、小色ちゃん、これどうすな、小色ちゃん合ってるぞでも勝ち筋あるよ、全然ドア閉めてあげて、しっかり全部、全部バーって全部閉めていく、今回あると思うけど、どうだろう、どういくのかな、ちょっと伝ってあげようかな、よし、もうドア閉めずにもう一回モーター鳴らして、あ、おー、よいよ、助けてない人、助けね、助け終わってます、まあ、おー閉めた、いやうまいな、おー閉じ込めた、バー全部閉めちゃっていいよって、ゾア、バー全部バーって、バーってやっちゃっていいのか、全部閉めていいよ、あ、もう全部閉めていい、うんうん、閉めた、ナイスナイス、あー、ドアバンバン閉めちゃっていいのか、こっちは、うん、あの直後は全部閉めていいよ、もったいない、鳴らした後だね、あの直後、緊急を直らした後に、あーなるほど、ここら辺か、この後に、これが直ったらもうすぐ全部閉めていい、基本なあ、それあればいいんですね、なるほどね、ただその緊急サボタージが溜まるまでの時間を有効活用できるから、なるほどなるほどなるほど、 あれここか、あれ今あれ、あれ間違えたね、これね、今弁当芸したら、今俺したね、これサボタージをそうとして弁当、これひばりちゃんと滝尾さんに見られてね、これね、滝尾さんはどこかな、これやばい、これやばい、見られてたけど、殺さなきゃ殺さなきゃ、サボ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 、あ、無理、あ、あれ
はいね、聞いて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 、はい、リンゴ殿がやっておりました。私見たの砂ザメかベントで出るとこで見たの。ああ、もうじゃあこれは私のやったことやったじゃないですか、こういうのまで気にリアクターで出るところを見たの。ああ、まあここの裏を持って最後に決めるのは最終的にやっぱりコールの兄貴ってことになってくるんじゃないますか。メドメイから出てきたリンゴちゃんがメドメイの通路の上で竹尾さんを竹尾殿をキルしておりました。何言ってんのこのブス、言いなさいに。いいパッションの方向性。あの、これは何気、今までの事実を並べた結果、結論出してください。黒に結論を求めないで。いやもうここは兄貴しかいないっす。あの、ちょっと小色殿と七子殿に言いたいんだけど、あの、砂ザメに一票入ってたのを逆に白く見てほしいかなっていう。いやもうそんなものは関係ないんですよ、この段階で。関係ないんすよ。関係ないか、七子殿。目で見たものだけが真実。ここは山田れ。はい、七子殿。はい。ここは、おいらに任せてもらえんか。いいですか。あの日、砂ザメは、砂ザメのおじきは必ず殺しとら。わしはその目で確実に見た。殺しとら。小色殿の勘違いである、ね。ミスリードして。いやー、七子殿と繋がっちゃった、兄貴。あいだ、またね、聞いてくれ。いや兄貴、それはもう、なっとめき、ここはもうちょっと。たぶんね、聞いてくれ。たぶんね、聞いてくれ。ただ、あの日、砂ザメは殺してないけれども、もう一人のインポスターが殺したんじゃ。それが、センタンかズズだ。なるほど。じゃあ、さっきの話をしとったんじゃな。なので、ここは、安心しきっとる砂ザメ殿。おお、あんちゃん、兄貴、兄貴決めてくれ。あの、ここのも聞いて、一回も安心できた時がない、このゲーム中。いやー、もう兄貴決めてくれ。七子殿、七子殿、一回も安心できた時、瞬間がない、このゲーム中。なんか男の方にもあるじゃん。兄貴、七子殿、小色の兄貴。やるわね。これで勝ちじゃ。いや、これで勝ちじゃな。なんでわしが釣られたんじゃ。おかしゅり。ズズです。やが言っとれないかい。わしがあそこで切りしてどうするんじゃ。よかった。いやー、マイナスの目が不自由なのに。まあでも、あの、本当にあのリンネ殿は殺してはおらぬ。そうなんじゃ。俺は俺が殺したから、小色ちゃんは間違ってて会ってたの。そうだ、間違ってそうだ。俺、姉貴を信じてましたよ、俺マジで。小色ちゃんが砂ザメがズズ君をやってたって言ったから、いや、ズズ君の首をとどめさせたのは小色ちゃんなんだけどって思いながら。いや、俺は姉貴信じてましたよ、本当に。砂ザメさん、どうしてそんなに信じてくれるの。いや、別に間違っててもいいかなっていう気持ちです。いや、まあ、分からなくもない。いや、最後の弁当はやっちゃったんですか。あ、いや、あの、最後、あの、サボタージュをそうと思って。やっぱり。みんなの前で入ってた。アッパーエンジンとロアエンジンのドア閉めようと思ってサボタージュポンって押したらベントに入ってしまった。最後の最後にベントゲーかましていく。見ちゃいましたね。面白いな。あれ、竹尾さんも見てたの。見てた。あ、ひまりちゃん助けて、ひまりちゃん助けてって言ってた。あ、そうだったんだ。あ、なるほどね。この試合の結論、ベントゲーで終わり。いや、最後結構タスクまだまだ残ったから、まギリギリなんとか逃れたんだけど、まあね、やっちゃった最後。砂ザメさんの最初のキルはあれはミスキルじゃないですか。あれはパッションでいけっかなって。あ、いけると思ってた。だいぶ近かったから。その流れになってましたもんね、だってね。一応4人ぐらいいたのを確認したので、はい、一応砂ザメ、竹尾、センターの3人ぐらいになるなって思いながらキルして。なるほど、なるほど。思いのほかめっちゃいたから完全に
テさんの世界観が出来上がってるからさ、それにパッションで勝ろうとするともう変な世界観になってくるから理論プラスパッションになったからブレブレがなる。あともうズズ君の疑われ方がパッションが足りないからって言われ方が大事よ、大事大事っすね、マジなんでパッション勝負になってるんだろう。いや、ズズは確かにある日はね、何もなかった、確かにだって今日はそういう戦いの日でしょ理不尽理不尽キャラがね、キャラがまあ理不尽だ、キャラで決めるんかあと終わり5秒で小色ちゃんから顔面にセンタリングが来た時すげえ7子殿7子殿って助けて7子殿って言ってとんでもないタイミングで爆弾投下してきてでも合ってるんだけど合ってるから全然いいんですけど合ってた笑っちゃった本当に違うけど合ってたね合ってたけど違うからねよかったなぁ。いやこれ、いやでもセンターの一言よ、やっぱパッション足りないって言われて俺もなんか自分お前が俺釣ったやろがいい俺あれがもうしゃーないよ。なんでナナコさん、なんであそこ今絶対自決したらめっちゃ面白かったのになぁ。ナナコさんね、ナナコさんあそこ自決してたらめちゃくちゃなったんだけどな。俺に生き残ろうとしてたそうだからね、完全に私ナナコさんの解釈する準備してて、もう私が首を上から行きたくなっちゃったの出ちゃいましたよね。行きたくなっちゃったよ。ナナコさん全然腹切らないんだもんだって。いややばい。これみんな勘違いしたが、死ぬことは美学じゃないね。どういうこと？死のうとしてた人が言うセリフじゃないけどな。死ぬことはやはり美学ではない。生きてほしい。もっともらしいこと言ってる。それに今気づいたんだけど。弱々侍。でしかもあのナナコさんやるときにさ、みんな無投票でナナコさんだけ自投票しようっていう感じだから、ナナコさんに入れたいっていうこともできなくって。あれずるい。新しいプレイ。これちょっと。いやみんな無投票で奈々子さん入れてもらって腹を切れ腹を切れ。でもまあまあ今回本当理論ゼロですよ。途中から僕は理論ゼロですよ本当に。完全に私も放棄してましたね。まあ別にどっち勝ってもいいからぐらいの気持ちで楽しんでました本当に。楽しかった。全然話聞いてもらえなかった。やりたくない。パッションでそういうこと。そうですよ本当に。睡眠。いたな。超集団行動だった。いやでも睡眠の時のあのズズ君ナイスキルでしたわ。あれはよかった。分からなかったもんね。実際に全然あの先端さんになんかこうヘイトがいっ、ね、七子殿がちょっとこう下ろしたの見たって言われちゃったしね。そうね、いや俺の目ではちょっとね、あの仙台見えちゃった、赤く見えちゃったんだよ、ね、だからこう小色ちゃんが砂溜がやったって、奈良子さんが先端がやったって、ズズ君やったのにって思いながら心の中ですごいことになっておるっていう3人が違うこと言ってる。俺あと心のどっかでみんなで砂溜さんについてってリアクターになった時あんじゃん。全員リアクターの上行ってそのまま負けるっていうエンディングに向かえないかなと思ったんだけど、なんじゃそのルートエモくねえからな何も。で砂染さんが外して下行ったら全員で下行くっていう。あ、そうコント的なね。でも僕あのひばりさんの、はい、あの砂染さんにこのブスって言ったのが結構好きだった。めちゃくちゃ面白かった。っていうかあのブスで、あこれ本当に砂染さんなんだと思ったんです。あれ決め手だね本当に。だって自分のインポスターでブスって言えないもん。最後のパッションがすごかったな。いやあれは言えないな。みんなここでパッション出すかって思って。それは強いな。よかったです。いや刺さったよ。いやインポスターでブスは言えないわ。言えないよブス。言えないよ。そうね。いやでも面白かったですわ。ちょっとドサキルやりたいって最初から思ってたんで、あれファッション会としって、久しぶりにドサキルやって楽しかった。ファッションの出し方が分かんない。顧客が求めてたものをちゃんと提供できた気がするね。